け。滑ってみよう。話す。あんだ。ゲーム開始。かつて Z 戦士たちに敗れ去り地獄に落ちたドクターゲロは、新たに人造人間17号を作り出し、この世の17号と合体させる究極の人造人間スーパー17号として復活した彼は、孫悟空抹殺に動き出す。どんなエネルギーも吸収してしまうスーパー17号の前に苦戦する悟空だが、親友クリリンが殺されたことを知り、悟空はかつてない怒りを爆発させる。かつて悟空により野望を砕かれた二人の科学者が地獄で手を結ん、彼らの手によって作られたもう一人の17号が悟空マスク。この木は18号さんと同じ木だ。まずは貴様から。なんだって。見たのか。地獄から溢れた力でパワーアップした17号の前に、なぜこんなことを。孫悟空に復讐すか。悟空さんに復。悟空に伝えろ、俺たちと戦う勇気があるなら。トランクスを倒した17号は次なる獲物を狙い飛び、
あんた、よくもクリリンを。俺と一緒に来い、18号。クリリンを殺しておいて、ふざけたこと言ってるんじゃないよ。せっかくの忠告を聞く耳もないか。ならば仕方がない。お前だけ。バカなやつ。クリリン。しやがった。なんてパワーだ。成功じゃ。これぞ究極の人造人間。くそ、カカロットの留守を狙ってふざけた真似をしやがって。あいつが帰ってくる前に貴様は俺たちがぶっ潰してを見ている。
つらを殺せばいい。そんなこけ脅しに何の意味もないことがまだ分かっていないようだな。なんて野郎だ。畜生、カカロットの野郎、さっさと戻ってきやがれ。あそこか。
父さんの留守に地球を荒らそうとしてもそうはさせないぞ。久しぶりに本気を出してやる。行くぞトランクス。はい。バカめ、ハエが何匹集まろうとも、わし…よーい、はじめ。はっ、そこか。こいつらを殺せば、いないな。どうだ、このわしの恨み重い。くそ、このままじゃみんなやられてしまう。何者だ貴様。驚くも無理はねえさ。俺はスーパーサイヤ人フォーム。スーパーサイヤ人フォー、悟空だ。すげえなおめえ。だがスーパーサイヤ人フォーマ、おめえはもう終わりだ。Ah!
いつらを殺せば、どうした？もうエネルギー切れか？まさか十米カメハメハまで吸収されちまったわな。この技まで吸収されちまうとなった。なんとかして接近戦に持ち込まねえと。10倍カメハメハすら吸収してしまうスーパー17号の前に、そこにクリリンの仇を討とうと18号がやってくる。あんた、よくもクリリンを殺したね。何？クリリンが？許さない。あんただけは許さない。17号、俺もおめえだけは許しちゃおかねえぞ。今度は2匹ともきっちりと殺してやるぞ。そこ、どうだい？勝負あり！
吸収しきらないはずは。苦戦の末にスーパー17号の弱点を突き止め、ついに勝利をものにした悟空と18号。だが18号にとっては夫と肉親を失った上での苦い勝利であった。17号、どうしてクリリンを、一体何があったって言うんだ。17号が悪いわけじゃねえ。あいつはミューやゲロの野望に利用され度重なるピンチを乗り越え、ドクターゲロたちの野望を再び打ち砕いた Z 世クリリンを生き返らせるためのドラゴンボールも集まり、これで平和が戻るはずだったのだが。激闘も新しいシナリオが追加されたぞ。